たらどういたします。とそれ一応チャット考察になるんで、えー、っと次の人の発言であの教えてもらってください。いあのナバさんでか,かけ直してもらって。たの映像消すってことはないいな。それするか。はい、ナバさんジブからいいですか。対策を練る。そこ練って。はい、じゃあよろしくお願いします。始まる間は入ってこれね。じゃあいこう。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職が。 ランダムで振不死な,ないならば何の問題もない話なんだけど風習が高くて蹴ればやってや人狼に気をつけてくださいみんな思ってると思うんだけどいや俺マスターやらないけどだって無理な人は蹴りたいでしょだから俺準備管理を外してんのマスターが蹴ればいいじゃんっていうことで嫌なマスターは蹴ればいい俺が嫌だなっていう風にマスターが蹴れるようにしないとダメじゃん 牛高いのに生れないっていうのが一番あるでしょう、うん、これが正常だからね夜が明けました昨夜は誰も死にませんでした発言ターンに六番のプレイヤーが発言します、うん、はいそうですねあの役をすかしたり柱発言をしたりですねそれは全般的にやめましょう あの、精査できないですね。はい。迷惑行為ですね。もう精査できないので釣ってしまいますよ。後で遺言で言われても知ったこっちゃないですよ、うん。だって迷惑だって言ってるのに、それをするんだから。もう同じチームとして思えないから、あの、感情入れずに、もう精査も入れずに釣るってことですね。はい。だからやめてくださいね。うん。精査できないから僕は。はい。ええー、そうですね。ええー、村を残して狼を釣りたいですね。 SG1 の村人を残して白狼を釣いたいです。あの、村を残してオオカミって言ってますよ。うん。まあ具体的に言ってることがわけわからなかったら、村を残してオオカミって言ってるだけですね。SG1 のオカミはですかだからオオカミって言ってますよ。うん。SG1 も村とオカミがあるから分けましょうっていう話です。うん。白いとこも村とオカミがあるからオカミを釣りましょうって言ってるだけですね。以上です。はい。7番のプレイヤーが発言します。はい。 6番さんに関しては、まあ、注意喚起を促した人物なので、まあ、印象はいいけど、あのー、白いところの白老何でだ白い村人と白狼のこうちょっと見極め方っていうのがね私は多分ちょっと難しいかなって思うから、まあ、6番さんが何者かは知りませんけどこういう要素が白狼にな,なりえるんじゃないかみたいなのを もしね、そんな人がいたら、はい、充電がありませんが出ました。もしそういう人がいたら、こういう人のことを言うんだよって、六番さんに教えてもらいたいなと思ってますます。はい。あと、まあ、自分は占いの何仕様になるか分かりませんけど、精査をちゃんとしていこうかなって思っています。はい、二週目頑張ります。 8番のプレイヤーが発言します。うん、はい、8番です。よろしくお願いします。うーん、ただ、6が言ってることって、正直まあ難しいことで、それをできたら強いんだけど、それをすることが難しいから、それをし簡単にできたら、ムラって勝率100%やから。うん、まあ6は。 2周目のグレスキー次第かなって思ってるかな、そちらにせよ。で、7に関しては、まあ、率直に、うーん、やろ。どちらかというと、めちゃくちゃい、あの、フィーリングやねんけど、村っぽいなっていうのは思ってるかな。くにそれを教えてって言ってる人物やから。 まあ黒、黒打たれたときにもう跳ね返されへん人物っていうのは、SG っちゃってして、俺は釣ったらいいって思ってるからな。はい。おはようございます。はいはい。このゲージが出ないのすごい嫌なんだよね。はい。えっ、ー、とね、まあ、6、7、8なんだけど、まあ、8番もいてる7番さん、ムラなんじゃないあの、論理的な理由、ちょっとだけね、はい、説明する。 6番さんのさ、要素ってさ、すごいさ、印象悪いって使いやすいんだよ。白老なんてさ、分かってたらさ、確かに8番さんのよりさ、釣りやすいじゃん。だからここら辺ってさ、6番さんの発言って印象悪いってすごく言いやすいんだよ。でもにもかからず7番さん、6番さん、SG1 持ってこって,って印象いい。それよりかもしれないけどね、ひょっとしたら。まあそこら辺は分かりませんが、初日の段階では単純にそう思いました。印象がいいって言って、でもそこのところちゃんとしっかり触れていくっていうところで。で、6、8、正直どっちか分からん。でね、はい。 で、あともう一つ、そうそうそう,そう、えー、っとね、白狼の見分け方、個人的なんだけど、まあ、これもできるかどうかってパターンあるんだけどさ、まあ1日目、2日目、3日目の発言をちゃんと見直してみると、たまーに見つかる場合がある。ちょっとごめん、詳しくはいい。ちょっともう時間足りない。1番のプレイヤーが発言します。占い師用、4番さん、白です、4番さん、白。えー、っとね、えー、グレーに触れると、うん、6番さんは相当、えー、グレーに隠れている。 えー、狼要するに、えー、白狼を、えー、よっぽど指摘できる、えー、人だなと思ってるだから村陣営だったら頼りにしている、えー、ただ、えー、と村か、えー、人狼陣営だか分からないっていうところですね、えー、で7番さんに言うと白狼一っていうのはあなたみたいなことを言うわけだって結局7番さんって8番さんと9番さんに村に見られてもう完全に村置きされてるじゃん そういうところで7番さんが黒だった場合、白狼っていうことになるのよ。だから俺、も8、9がもう7を村って見てる意味が分かんない。7って6からもうヘイト買わないように、6番さんもおだてつつだよ。これ6も8も9にもヘイト買ってないんだよ。だから白狼1って7なのようなこと、8と9っていうのは怪しい。2>, 2番のプレイヤーが発言します。発言します。でですすす何言っっって思っててんか番さ思ますけど 7番が6番からの評価収しないように言って、じゃあ1番が7番叩いてますよ。評価収え、これで何叩かれてないようにしてるって。いや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 。8、9番さんから叩かれてないかもしれんけど、1番から叩かれてるよ。え <laughs> ってなってるけど、はい。まあ3番さんが叩くかもしれんし、そんなもわ分からんやって思ってるけど、今日6番さんに生使ずつってあげようかなって思ってますね。6番さんが思う黒いところを吊っててあげようかなと思ってますよ。僕例の能なんではい。 で、その時に白結果が落ちた時に、6番さんの精査を改めて考えて直してもらいたいかなって思ってますね。はい。6番さん進行でそれができるって言うんだったら、6番さん生使ってあげてもいいかなって思ってあ6番さんが思う黒いところを釣ってあげてもいいかなって思ってますね。はい。3番のプレイヤーが発言します。6白ね。6白。把握お願いします。まあね、人海なんだけど、一番人海なんだけど、俺もなんで7番が白く思われてるのか全く分かってないよ。 なぜ ?6 番の精査のみやん。普通に2周目の精査次第じゃないのかなと思ってて、8番9番って7番の表でも回収してんのかなと思ってしまったんだけど。7番がそんな白い意味が僕にはわからない。そこは1番すんと同様。で、1番さんってけど7番にヘイトを抜いてったから、なぜとは思ったんだけど。 1>, 1番は7番にヘイトを向かってった段階で7番ってないのかなと思った。1番が狼だったとき、7番の相方はないかなと思ってて。8番、9番がなぜそんな7番を白く見たのか、俺には分からない。けど、1番、9番、1番、8番だったとき、連携取れてないなと思ってるから、まあ、囲いの4番か、後半一の5番にあるのかなと思ってる。以上4番のプレイヤーが発言します。<laughs> かっこいいの5番かっていうってことだ。1番が4種類だね <laughs> と。はい、村人陣営です。まあ1番と3番に関しては、うん、まあ単純に俺が村人陣営だからこそ、えっと、1番が広範囲に白を出していることから、<laughs> まあ単純に1番が盤面的に真に見れるなって思ってます。で3番が6白なんで、ちょっと濁っていて、 えっと、ある盤面だったら6番疑おうかなと思っていて、ある盤面だったら6番村を消しようかなと思っていたぐらいですね。まあ、ある盤面に関しては、これ言うと人外に利用され,ないされかねないから、あんまり深く言,言わないです。俺は7番を白いと思っていて、6番に対して単純に疑問提起を流していたので、まあ、7番って村っぽいなって俺は思ってましたよ。ただ、8番と9番ってえっとあんまり理由がなく7番を白めてみていたから。 まあ、初球一投一三八番が九番でいいかなって俺思ってました。はい、六番さんどうぞ。あ、五番さんか。五番。のプレイヤーが発言します。そうですね。まず占い師に関しては、一も三もなかなかシーンを追いにくいなと思ってて。七番って別に白黒い置でもないし。八九がパッションで白く追い出てただけだから。 うん、あなたみたいな人が白老ですよっていうのがよくわかんなかったし、3万3に限っては、1が7を叩いてたから、7はないのかなって。7叩いてないし、1番、うん。あなた白老1ですよって言ってただけだから。うん。占い審議では、そういう感じ。うん。で、まあ、占い神経か、進路がわかんないけど、6、7はないかなと思ってた。なぜかって言ったら、6番に対して7番は質問してたからってとこかな。 7番はそこだけでまあ二郎構成が見えないんだっていうだけで白いとは思ってないんで8級は何で7番の白いと置いてるのかが分かんないうん評価集してるのかなってしか見えないんだけど以上6番のプレイヤーが発言しますうんじゃあまあ次のところに行けばいいんじゃないですか私は君でもあれでしょうあのー、どうなんでしょうね ま、こういう状況になって、こう8、8級は何を考えるかなんでしょう多分ん。7を白く置いてた1周目からどう変わっていくのか。7を白く置いてたら8、8級して7を除外して、残り2人って感じになると思うけど、ただ、あくまでも1周目だからね。うん。こういう5番の話も聞いたり、7番の2周目聞いて、変わっていくんじゃないあの、白老っていうのっていうか、よくわかんないんだけど、4番間違ってるよ。白老白い人って思ってる人って大丈夫白い人って村だよ。 白狼って黒い人だよ。うん。狼だから。うん。白狼は黒い人なんだよ、絶対に。うん。白い人はただの村だよ。うん。だから自分が黒いと思ったところに票を入れればいいんじゃないうん。だって白狼は黒なんだから。うん。あ、色のイメージの話をしてるよ。多くの人が間違ってるんだよね。あの、白狼は白だって意味わかんないんだけど、狼が白になるわけないじゃん。 オカミって黒だよね。色結果も。色結果黒だよね。絶対にこのゲーム。うん。あく、ローだから黒です。だから黒いと思ったところに入れればいいんだよ。うん。SG1 のオカミもそう。黒いと思ったところに入れればいいんだよ。全部オカミなんだから。村は白いんだから。だからどう変わっていくのか聞きたいですね。この7、8、9、5の話で。1周目からどう変わっていくのかとか。1、3の釣りちょっと聞き,聞きたい。 4番のその、ある条件っていうのもちょっと気になるけど、はい。7番のプレイヤーが発言します。はい。まずね、私の把握漏れじゃなかったら、霊能さん出てきてないと思うんだけど、あの、1が占い師で、3が占い師で、霊能出てないと思ってるんですよ。2周目からチャットありだと思ってるんですよ。だから、なんで出ないのかが分かんないんですけど、 あ、二？ごめん、私白マリスじゃじゃ、二番さんが霊能なのね。ありがとうございます。あの八九番がなんかよくわかんない。私もなんで白く置かれてるのかわかんないんだけど、八九番がナを白く置いた盤面に置いて戦う位置をひ一つ減らしてるから、そんななんか八九番が戦われるのってちょっと思っちゃって、私はそれよりも六番さんが教えてくれなかったのがわかんないし。 6番さんが1と4をどう見てるのかっていう情報も何も落としてくんなかったなと思って。結局、白狼はこの村にはいなかったんですかね <laughs> いたのかなわかんないんですけど。私はよくわかんなくて。で、1番さんが私に白狼だって言われたんだったら、1番さんは占えばいいんじゃないかなって能力を持ってるんだったら。まあ別に私は自分の白知ってるから、白しか出ないですよって言っときますね。 だから私、えっと、3番さんがね、1番さんのことを、えっと、ローでしか見てない世界線しか見てないのがおかしいなと思ってて、ああ、泣き出した。1番さん、強日世界を3番さんが追ってないのがちょっと違和感かなって思ってます。現状、釣りですね。難しいですね。8番のプレイヤーが発言しますああ、ごめんなな、七村らきして。 いいですか <laughs> 7村置きしていいですかこの断面下で8球ってめっちゃ釣りやすいって思ってるし8球に対して視点を伸ばしたらいい7が狼やったら8球に対してし、あのー、釣り位置持っていったらいいと思ってるから7の狼キャンセルさせますねはいこれで7狼オ軸で追うやつ俺絶対人類やと思ってるんで俺肩白やけど6いっていいですか <laughs> 俺言ってるけど初日に黒打たれた時跳ね返されへん人物釣りたいんですよで えっと俺,俺と9番ってあくまで6、7しか触れ、あまず仮にね、まず俺の話で、ね、6、7しか出てない盤面かで、7ってあんまり色落ちはせえへんけど、無理やりにでも精査しないといけないんですね。で、7って6に対して疑問を投げかけて、率直にあの教えてほしいって思ってる人物やったから、なん,てなんかめちゃくちゃフィーリングでムラやなって思って、でそれに対して9番ってめちゃくちゃ妥当な精査を入れたと思うんですよ。 8、9に対して釣り位置を持っていってる人物ってめっちゃ臭いって思ってるんですけど、今日の6のグレスケは何も落とされへんかったし、結局6目線の釣りたいところはじゃあどこなの白老位置っていう提示とかを釣りたいですねって言ってたけど、SG 位置は釣りたく、SG 位置の村人は残して白老位置を釣りたいって言ってたけど、じゃあどこなの その定義が一切なかったから、6って進行論と真逆のことしてるなって思ってるから、6は釣りたいなって思ってるんやけど、まあ、例のが釣り位置を合わせたら、釣り位置上げたらいいと思ってる。はい、9番のプレイヤーが発言しまと、まあ、まずね、えー、とね、5番、えー、とね、感情的にまず7番釣りたい、すっごい、<laughs> お前、何なんだよってすごい言いたくなる。<laughs> で、ただね、精査の仕方だったら、すっごい5番が釣りたいかなっていうのはありますね、はい。 で、5番って、あ、みんなもそうなんだけど、8と9って、パッションって言ったんで五5番ね。いや、パッションじゃないです、別に。8番さんは8番さんの理由ちゃんと言ってたし、自分は自分の理由言ってたよ。8番さんは7が6に問いかけね。で、自分は7が9、6を SG1 にできるにもかかわらずしなかったって言ってるんですよ。一緒なんですかこれパッションなんですか僕、それわかりません。 なんかそこらへんのさ、精査の仕方グレーの中でコ番さん、甘いような気がしました。はい。えってとこうかな。はい。なので、コ番さん、いきたいと思います。プー。1番のプレイヤーが発言します。 えまず8番さんが黒だったときに、要するに3強、えー、陣で6黒っていうのはもうすごい、えー、否定できます。6一本指定で釣ろうとしてたからね。で、2番さんねあの、6番さんに縄を預けたのに、6っていうのは全く、えー、釣り位置も何も言わないんですよ。 俺思ったのが6って強靭じゃねえかなと思ってだって6って3一がどっちが真偽も全く言ってないしグレー位置どこ釣りたいかも言わないせっかく6っていうのはチャンスをもらってんだよ2あなた6のえ釣り位置だから俺も期待してたんだよ6が白い位置見つけてはいはいどこどこ釣りますってズバリ言うのかと思ったら言わねえから結局 結局、6っていうのは強人で、1と3、どっちが進路か分かってなくて、グレー1もどこも黒って分かってないから、ズバリ言うことができなかった強人じゃねえかなと思ってる。はい、だからあ、俺はね、8番さんがすごいね、白いなと思ったのは、6釣りでよくて、例えばね、6釣って、あの黒が見えたら、あの当然3が破たんなって、そんで、まあ、噛まれるのは俺なんだけど、 あの8っていうのは6が白だった時に結構黒目になっちゃうから、えー、そうなると8っていうのは白いっていうことになるんだよね。で俺はじゃあ今日釣りたいのは7だなと思って7のまずもうわずらしいなんか臭いよね演技が2のあの霊能を知らなかったとか話聞いとけっていうのはもう完全に白露17じ俺は7釣りますけどね。はい以上。2> 2番 のプレイヤーが発言します9番さんを無は,、ね、は,はじきします。ね9番さんを無駄はじきします。9番さんの1週目の進行論と2週目を聞いて、やっぱ9番さんは省けるかなって思ってますね。あのえっと9番さんは8番さんからのヘイトを動か動きをしているんですよ。わかかりますか7番を陣外,外に追いますよって発言をとしてでもかかわらず、9番さんって7番さんを疑った後とにでも5番なんだよねっていう表。 5番と7番に表を向けてる構図から9番の量って否定できるかなって思ってるから9番さんは村弾きしますね。8、はいえっと、番さんの7番さんの白はじきの理由が俺はもうちょっと明確にほし,しかったかなって思ってるから。うん、で、えっと、6番さんに言っとくんだけど、あ,のあなたに名はあげるって言ったんだからあの進行通りやってくれって思うかな。からそこの発言をちゃんと拾ってる8番が白っぽくは見えるけどとかな。 新婚どおりにできんかったらマジ黒く見られる。まあ、片白でも釣っていいかなって発言はちょっとなと思ってるから。だったら、8.7番を白く見たときの構図で、えっと、もうちょっとグレー精サーするべきかなと思ってるから、今日3158でいいかなと思ってますね。えっと、1んに言っとくけど、6さんがそんな気になるんだったら6番さん売らないよ。それぐらいです、ね。はい。 いや、もう今日8番以外釣りたくないんだけどな。8番以外釣りたくなくて。7番さんに言われたんだけど、3番は1の強靭、うん、世界を売ってないっていうのねちゃんと。いつから死んでみてくれんのかわからんけど 一番の強さを入れた場合、七級、七級、七級。しのない入れる暇があったら、五万は除外、四、四も除外でいいかな。 だから七と八と九の癒着めちゃめちゃすごいと思ってるから、8これは国境で七、八、七、九、八、九があると思ってるから全部に関して八番釣り。グレーの方を精査してグレーが無かっから俺をで、で八番釣り。一三の精査なしで。何しか入れてない。黒。うん。六番釣りたい理由が次の日黒を打たれた時弾き返せない人釣りたい。一三の精査なしに俺の白先の六番釣るって一八にも見えてしまうからね。だから八番釣りが僕は飲めません。黒はしませんけど八は釣る精査釣り。で。 なんだっけ一番って初週の段階で、7番はどうかしてるだろう、まれるんだろう9番の位置まで8、九と,ともに7番のこと白いと言ってて、そこで一番が7番の狼追ってる時点であんまり1、7は追えないなって思いました。うん、で、一番の初週の発言だけでね。だけど、1、8、19だったら、なんでこんな連携取れてないんだろうなって思ってるんですけど、 8番が黒いんで、8番釣りたいです。以上。4番のプレイヤーが発言します。<laughs> うーん、5、8だったら5番になっちゃうかな。俺はどっちかというと8番白目だから、5になっちゃうかなって感じかな。まあ、単純に8番が6番に対しての指摘っていうか、言及が俺は良かったと思ってるから、8番が白く見えちゃう。7番に関しては、1周目に関しては、俺は結構メダルを作るそんなの 色が落ちなかったなと思ってる、いいって結局6番からのアンセがもらえなかったというところもまあ一つの村感情であるかもしれないか、うんね、精査自体はああそのねで、六番だけ落ちてる人っていうのはこれからの経験のために、正社、えっと、は六番が白黒一だとか言ってるけど、別に今は白黒一じゃないかなって思ってるように趣味に関しては、だからえっとハーフモルしてるのに白黒一って九番九番って結構めちゃくちゃな理論だと思ってるから。 うーんー、現状9番も疑っていたっていう印象です。ただ、えっと、587っていうことなんで、俺は8番が白身に見えるから5番から行きたいって思ってるかな。で、5番に関しては別に特段黒い線拾えてないです。ただ8番が白身に見えるだけ。ぐらいかな。で、えっと、俺は6番疑ってますよ。6番疑ってるよ。うん、めちゃくちゃ6番疑ってるから、ね、言っとく。まあ、そのなんかある条件とか言ったけど、まあいいや。まあいいやって思ってる。<laughs> だから、6番目線で白露地釣りたいなら、たぶん、6目線って7釣りじゃねって思うようになったけどな。<laughs> その提示が全くなかったから、6番が結構。何言ってんの白露はい、白い人じゃなくて黒い人ゃくちゃなかった。どうしようかなって思って。なんかイラッとが来るよ、し <laughs> 2>, ?2 番の把握もね、してるけど。<laughs> まあ、のこれは黒いかっつ番。 のプレイヤーが発言しますまずねから釣る言いたいのは6番が言ってることっていうのは黒か白鵬ってみんな一生懸命使ってるけど6番って狼を釣りたいっていう人物でしかないと思ってるんだけど、うん、で8番が7番を白置きして6番にヘイトを向けているからそれで8番が白いっちっていう理論がかんないの 9番さんが俺に叩いたファッションで7番を後ろ置きしてるのか分かんないっ言ったのが、太とだってるんだけど、そんな薄い要素で7番後白置きするならば、ファッションでしかないでしょ。明確な要素で7って弾けるのその内容で。弾けないと思うんだけど。俺2番さんが9番黒ないってもらってってるけど、分かんない。 58のランテージかけられてるから、俺は釣られるかもしれないけど、まあ、俺の結果は知るしか出ないから、その後で9の精査ってさ、ちゃんとやってくれって思ってた。なんかね、みんなやたらみんな白置きしてるけど、かない白置きの様相が薄すぎるんだと思うんだけど、ね、そなんなに勝てんの俺わかんないよ。 8万はね、制裁るってつもりでいるのかなと思ってるけど。うん、いやだっていらないから、ね。俺は6万の言ってることは分かってるから。あの8万の6個打って結構不当だと思う。8.5球って何に見える？ちゃんと。2週目に言ってるじゃん。それをから言ってる。俺そのことしか語らない人っていうのはゲームとしてマジ。それをなんか白狼じゃねえから運転感度がって。釣りをしてプレイヤーはちゃんと。のおかしいと思う。7、9、5が白く見えるから6き打球。これだったらまだわかる。で5個打どこ行ってる？全部レイヤーのが終了しました。だから8番釣る。 プロジェクトして間違ってるからゲームとしても間違ってるから795の黒いとこに行けよ,りますよせめてこの中で一番黒いとこに行けよ、うん、だから8番にゲームプレイヤーとして間違ってるからって制裁説教ずり制裁ずり制裁7番とか面白そうだけどね35が,が発言します 1> 1 3号とか 一だったら八はい、もう言いたいことも言ったんで、言うことないんだけど。どっちかの白だったら、あれだから。八番の六つりをしたい理由はよくわからない。これないしかまれたら、知らんけど、例の。でも守って。で、とこぐらいかな。どっちもわかんないよ。どっちが。まあ、俺がちゃんと説明したから。八番はかってこの発言を聞いても、六が釣りたかったのかな。って八番でも八番でも。だ、ことだけ答えて、八番でも八番でもいい。それぐらいです。八番。 のプレイヤーが発言します。いや、六って白狼を釣りたい、イコール狼を釣りたいやとしても。じゃあ、釣り一はってならん?。五番目線でも。なんで俺が形しろ。そこで六がなんで釣りたくならん理由がわからんの。六って進行論で、じゃあ、釣り一を狼。を釣ったら、釣り一はどこな?。うん。なんで俺が二番の。二番。明確に一切上げてないねんで。普通におかしいない?。 5番目線で絶対6にして無観それやったら。そこを拾ってんのやったら。あと、プラス、俺が7に対して狼要素じゃないって言ってる理由も2番にアンサーしてる、すると言ってるけど。8、9って明確に後半1から1から、あの、5ぐらいまで、俺らって SG 値に上げられてんのね。8、9が怪しい。7に対して評価集を行っている人物って。 ただ7ってオオカミやった場合そのまま89に対して次1持っていったらいいから7って明確にオオカミじゃないんよねはい52全プレイヤーの発言が終了しましたえ私が悪人ですってもう怒りますよどうせどっちも白の戦いだったらさ、うん、間違ってる放置するからあのプロセスは間違ってるから俺に触れてる暇があったら59どっちなんだって話だよだからいいよ これはまあ、制裁取りのレベルだね。8番足りなかったのは7を白ろで置いてるのかな ?9 号でどっちが黒いんだ君は先生。番の発なんで俺なんだ ?9 号の制裁どこ行ったっていうそれ。それだけだな。ああいやまあいいねんけど、全然。それでも。片白はあまり考えやすい,いんだってー。普通の考察しかしてなかったと思ってんねんけどな。 あの、片白からの表もらって何の意味もないから、8<ー>の発言って。6についてはふ,ふわっと触れて、いやの俺、お城で落ちたら9、6を落としたいメインでやるの。13で精査なんか完璧についてないけど、何 ?8 番でも押してんの何何これ ?13 で精査なんか完璧についてないけど、 6、えっと、一が2セットだった場合で、俺は6が、二番ロックーで跳ね返されへんね2番がしかしたい別に3を2セを決めてるわけじゃなくて、6が3セットを決めてるわけではなくて、よくわかんないから、これは以上でございます。頑張ってください。大勢いいでしょうら どれでいるから ?8 番の色次第でいろんなことが分かるだろうから。何,ん何この変な配送ボタン。なんか8番が何か言った暴言とか言ったあまり聞いてなかったけど、最初で押されたよね。1番釣られたからってオカミが配送ボタンを押すのマジで何が ?8 番何か言った暴言。何か言った釣られて残念だって感じだった。 俺も神だったら釣ってんだけど、もう好きなところに。昨夜は一名の方が亡くなりました頑張ったのに。4白、6白、クロス占いさんか。いや、なんか8番が言ってんのは裏考察時しかなくて、7番さんが、あの、ま、あ1、3で強人がいるならば、7番って8、9釣りたくないって言ってもおかしくないし、 SG 値としてね。うん。なんだろうね。今日占い決め落ちかな。とりあえず例の帰ってきてほしいんだけど、8番の色が知りたいんだけど。例の、例の結果教えてにまさん帰ってきたんなら。4万6万しろだって4番は死んでるけどね。8番白か。 ていうか、俺、7と9の白い要素がわかんないんだよね。7って絶大に把握漏れしてたし、ほ例のよう把握漏れもしてたけど、他の把握漏れもしてたような気がするんだよね。うん。なんでそこで8番が7を抜いたのかわかんないし、 それによって9番も若干7怪しんでたのに8番の評価集なのか知らんけど7行きたくないっていう、まあ、結局7入れてたけどね。うん。なんで5になったのかもわからんし。占い審議な正直3の方が新感情あったんじゃないのかな。6って釣られたくないのが新としてはあるから。なんか3の方が感情的にはわかる。6番。 のプレイヤーが発言します、うん、8番が何特に棒銀も入ってないのに配送ボタンを押されたから俺てっきりあの8番ローで相方が押したのかと思ったらただの村がよただの村が強靭か分かんないけどね8に関して言うと片城の精査する暇があったらえー、7番村置きしてたら9番5番の精査入れなきゃダメだようんその人狼殺のプレイヤーとしてこれからの未来のために8番っつった 8番はたとえ村でも釣る。うん。せめて7番を白で置いて9号の精査をつけて9号が白だから6を釣るだったら分かるけど、その代わり3、6を追ってるってこと初日が来いよ。とか言わなければ分かんないよ。うん。俺が村でなんでわざわざ2番があの仕切る立場で俺がわざわざ片白でシャシャで出る必要がある。何も俺が狼だったらむしろどっか釣りをせばいいだろう。8、9でも7でも5でも。この瞬間6っていうのはもう確定村なんだよ。 ちゃんとそういうロジックで考察して、これから。マジで困るから。6なんか釣らない。7番以上に6番ってのは白いんだよ。自分が釣り位置を上げられるのに釣り位置をあえて上げない。2番がだって仕切るんだから。俺は片白だし。あとは7895の中で黒い人探そうと思ってただけだから。俺しかもこの位置だし。わかるわけないし。うん。だから8番が、ジンサスプレイヤーとして、正しい方向性に行ってもらうために、説教、制裁釣りしました。はい。黒いとか白いとかじゃなくて。うん。 やるべきことは9、5の精査だった。うん。して白いから。じゃあ6、3追ってるから6番が釣りたい。とかじゃなければダメなんだよ。これからの人狼殺で。うん。そのために釣りました。1、3の精査はわかんないです。以上です。はい。7番のプレイヤーが発言します。は,ますはい。6番さんは8番さんに言うんだったら6番さんもしないと8番さんを釣る理由にはならないと思いますよ。6番さん自身がしてないのに8番さんに 5と9の精査をしろよって言って6番さんは片白まあ角城になったけどねあのしてなくて <laughs> あの正座づりだっていうのは8番さんがかわいさすぎるとちょっと思いましたねまあ6番さん角白だからいいけど 9番さんはなんで私に入れたんだろうなっていうのを聞きたいかなと思っていて。番まあはがね、どうでね、は私がね、評価集した発表 1> 1したら、私の手を抜いできないのにのいい何のメリットがあるんやろうと思って。 思ってますね5番さんに私がなんか霊能の,の把握漏れ以外にもっか白かなとも思ったよだから言ってんじゃ白かなと思ったけど何を白握漏れしてたか言ってもらわないと私も,も,も何を白握漏れしてたんだろうって,ってあの霊能さん白握漏れしてたのはごめんなさいそれは誤りますだ,、ね、だけどそれ以外に白握漏れしてる覚えもないし六番さんがあの八番さんが言ってた論話が真っ当だと思いますよ6、うん、番さんが白狼を釣りたいって言うのであれば白狼を一を提出しない いけないしその提出がないのに5番さんは6番さんが白いと言って8番さんを釣りおす構図が違和感でしかなかったから5番さんは釣りたかったんですけど正直難しいなラストウルフィーチ5番だと私は現状思っていますじゃあ2日目ですね7番さん 7番シャン。心境だったら高級だぜ。心労の可能性は、に確定したのかい僕は未だにわかんないよ。で、1番さん6番今日の可能性もあるね。うん。だからそれ1番さん6釣りたいって言ったんじゃないのはい、6占っちゃったね。これ6強人だったら1番さん大変だよ。はい。ねえ、どうするのあ、あと7番さん入れた理由把握漏れしてたから、57で。 はい、5、8、ランテージね。で、7、感情でやった方がいいじゃん。で、このゲームってさ、思うんだ。もう、感情でやった方が楽しいよねって。<laughs> だってさ、もうさ、論理、感情でこいつ釣りたいけどさ、こっちの方が狼だって言って釣るったらさ、実はそいつが狼だった,っ,ったらさ、すっごいムカつくじゃん。うん、だから感情に走ることに決め,、ま、決めました、今回のゲーム。で、5と8で8番いった理由。うん。5残してさ、5がさ、ミスリードしてこっちに来たら面白いかなって思った。はーい。まあ、5が狼だったら5はね。 僕のこと、強じだと思ってたんだけど、えー、ワンチャン3、6、えー、ローローで、えー、そう囲われてると、えー、めんどくさいと思い、6、占ったら白でした、で6、えー、この位置でやっぱり強じだと思う、だって結局、グレー精査を一貫してないですよ、初順から。 だから本当に強靭でで、えー、と1と3、どちらかが人道かも、あとグレー1、どこが人道かも分かんないから言ってねえのかなと思ってます。はい、えー、6、白でしたんでね。はい、えー、で、俺は3、5、6、6、えー、これで提出します。えー、今日3つってくださいね。えっ、ー、と 3, 5、えー、の5番の黒要素。昨日じゃあ、えー、と8番さんっていうのは、えー、6に対する指摘っていうのは最もだったんだよ。だって6っていうのは、グレー性相1個もしてないもん。 その6を、えー、完全に白って知っている人間。だから5は黒なんじゃないかなと思ってる。3、5、黒、黒だと思ってる。うん。だっておかしいでしょ。6のっていうことおかしいでしょ。白狼っていう説明した白狼なんていないんですよ。人狼なんですよって言って、一切5、7、8、9のどこの位置に黒がいるか、3と1の真偽を言ってないんですよ。だから6は強人。ね。 で、六の白を見えてた人間っていうのは五なんです。五が、じゃあ、なんで六のおかしいこと突っ込まなくて、八に行った。八、ね、の裏だったでしょ？これ。はい、五、えー、三で提出します。今日、三行ってください。三、行かないと負けだと思います。六は確実に強靭だと思ってます。以上、二番のプレイヤーが発言します。五番の六って限りなく薄いと思うけど、俺が五八の何ページ上げて、五番さんが別に釣られてもいいけど、そのわり。 えっと、2番さんには9番さんの村,村,村って発言してるのを9、9番番さんが黒くなったらどうするのっていう発言を落としてるのが5番の村勘定かなって思ったから普通に8番に入りましたね。はい。これは5番さんの村勘定ですで、1番3視点で5番が黒くなったポーって何って思ってるけど。えっと 一番もって七番で疑ってる構図があって、えっと、一番も言うと、何で白く見えてるん言うですよ。うと、何でも言うと、九番もと、も言うと、何番が決めと、らでもないのね。はい、だも言うと、ん、何でも言うと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 、何でも言い切るの精査ねでも言うの何でも言うと、何、はい、ても言うと、何でも言うと、何でも言うと、何でも言うて何でも言うと、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 何でもうと、何えもうですうと、 まあ、じゃあ、2番が決めたら。え、7番さんに関してもそこが拾いづらいのって、どうなのあの、画面で見ればいいよ。2番の言う通り、三振進行でいけばいいよね。で、まだまだ、2番がね、悪いから。これわかんないよ、三一の先生なんか。だって、9と7が何にも言わないもんね。二番さん、多分9番強靱だと思うよ。捨て表に7番入れる必要ないと思ってるから、あれは多分強アピだと思ってて。 一番が本当に真であるならば、六番狂人だと思って占う必要ないと思ってますよ。はい。占い人はこれで分からなかったらやばいと思ってます。九番が狂人に見えてるんで、八はスムラで落ちてると思ってます。申し訳ないけど、八番の寄ってるのってマジでおかしかったからね。なんか七番が、八九が SG 値だから七番が狼だったら八九に向ければいいって言ってるんだけど、 8級がなぜかわかんないけど、7番白く思ってるから、7番って別に8級行きたくないって構図じゃないの。よくわからんかったんだけど。8番の唱えてる論はわからん。2番が3マシンでね、7番が狼かった時じゃあ番守っから、8級は殺したくない。かかのの理由もなく7番を白く見てんだから。7級の色が変わて。わ7番でも。聞い,たも聞いてもわからんないけど、9番が強人だと思ってるんで。ね、1番の相方って7番しかないんじゃない だから17って8番を釣り押したくなくて5番を釣り押してるのかなと思ってるし。けどね、すごい不可解なところが知1点だけあるんじゃ、ね、ないもある気がする初日6番から発言が始まって9番まで全員7番を白く思ったの。8番、9番。だけど1番ってわ,だよわざとなのかな。 7番を白老一って言った怪しいもして持つ必要あんのかなってそこだけ1点疑問を持ってるぐらい。まあ1番つて明日9番を強靭で置いてるんで7番占えば結果は。人に当てて頑張ったら噛まれる言がましたじゃあもう分かんないよ。もう2番負けたら2番が決めたゲームってことでね。じゃ三3番持っとくから。もう それでいいのね。俺はちょっと分かんない、このゲーム。だから、8番とか村に移りたくないのよ、村のやつを。だから、ちゃんと精査しろって言ってんのよ。負けない気がするな、これ。これで負けだろうな。でも一応俺はもう3番おるよ。追放されるプレイヤーはい、まあまあ、例のがアホだったからもう負けたね。はい。えっ、ー、と、3番さんの新山の発言聞いて3番さんが人狼じゃないって思いますか あのね、言うよ、3番さんっていうのは、明日七を一つって、明日七を占えばわかりますって。はい。あの、3番さんがシン、えー、一、ね、番さんがん黒だったら、噛まれんのって二じゃなくて百100%なのかな三ってなんで噛まれないのか分かってんですかあなたが人狼だ,だから。1一番も1番でね。で、もうあの3号牢牢、6強人で、えー、負けたから言うけど、二番3今日噛まれるんですよ。で、なんで四が噛まれたか四が騎士だからです。このも、もろもろの士一絶対分かっ てました4が騎士だから噛まれて、それで、えー、今日俺の色、ね、要するに真、えー、である証拠の白を見せたくないから2を噛む。で、3っていうのはもうね、あのー、もう人狼で明日七7を占うって占えることを言ってますよ。ね、<laughs> 3, 3って真だって、3が真で1が黒だったら1 0 0三って噛まれるから、そして俺が偽だったら6に黒を打ってますよで俺は言いましたよ。 6のこと、狂人と思ってたけど、あの、3、6で黒囲いがあると、めんどくさいんで、6占って白でしたっつっての、俺が人外だったら、六に白出してますよ。2番さん、あなた絶望してね、はい、あな,あなた死んで、えー、1の白が見えて、俺、狂人じゃないからね、死んだからね、はい、3番さん残って、おめでとうございます。はい、人狼人やおめでとうございます。まあね、村がアホすぎた。お前らバカか、カスふざけんな、特に例の死ね、お前。 くそ。四4噛まれてんの。なんて考えたんだよ。俺の城崎だぞ。あもう多分まあ3番2世だと思うけど取り合えずね。バンバ番死んで噛まれるのだるい,いから、一応どんな保険で。まあ3番2せなような気もするけども。<laughs> 強人がいたら負けだもんね。どうせ狂人臭やつが出てくんだろうから、どうせもう。3番釣りたいっていうやつが多分出てくんだよ。もう5579で。だからほぼ負けかな。標的には負けかな。パッと見の標は。 だけどもう行くしかないだろうね。あっちは強人だったら唯一でいいんだけど。今日はピカラもしかして。で、取れればいいんだけどな。まあ、ほぼほぼ負けだな。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番、まあ、2> 3番。のプレイヤーが発言、まあ、し,しますれも。まず、1番さんにはみっともないなと思ったな。陣がでそこまでバッション出すんだと思って。7いったら終わります。はい。 二番、3番が神懸念ないってなんか言われたんだけど、ない。普通この場面2番しか噛まれないから、1番で狼落ちてるから、苦労結果見せれないために2番って落とすしかないからね、狼陣営は。7番いったら終わります。9番は100%強靭です。100%強靭そもそも6番強靭で置いてる人がわからん。6番って一貫して s g 一の白狼一致を釣る。 村,村の人村はこの発言をわからないのであれば、村は釣らない、狼は釣るっていう考えですって言ってるんですよ。3, 5, どこまでい、5, 8, 8, この3日目、2日目までか。7, 8, 8, ずっと白馬の話だけど、それが狂人要素6番よくわからないんだけどね。 はい、まあさすがにもうこれて9番100%で17多かったですけども795もら面の問題だ一番さすがにこれやって3番を勝たせるわけにはあ負けさせるわけにはいかないちょっとモラル面の問題が出たからもうちょっとな7いくよいやー一番真なんかもしれんけどもうルール違反してるんで、うん、もう一番の真ーな,、まあ、なしってことにしていいですかモラルうんモラルの問題これでいいよギフト投げなしだと5級勝てばいいじゃんモラルなしね っていうか、サンマーさんは1強陣の7級ローローとかもあるんじゃないのかなと思うんだけどね。うん。これは勝たせないとダメだよ。1を勝たせたらこれが正しいになるから。サンマーさん、9番ー,ー,ーさんって決戦投票で終わってるあの、やってはいけないことがあるんだって。フェアプレイの精神でさ。だからまあ歩見てないんだけどね。これをやって、これを、もう多分3番狼だと思うけど、3級が3五なんだろうちなみに、3級か3わかんないけど。ローの6強陣ならもう PP 宣言しますからね。 わかりますかそんなことはないんで。俺は自分の村を知っているんで、3ン,ンが偽かどうかがわかんないけど、9ってでも白かったなぁと思って、あの、昨日は <laughs> 思っているんで、7黒は納得してるんですけど、ただこの一応ドミン。こいつは本当、選手としては腐ってるんだけど、 ずっと投げてるんだけど、俺がこの発言してるのにまだ投げてるんだけど、ギフト投げダメだって言ってたよね。俺村だけど、7つするよ。1のシーンもないとして、俺はオオカミじゃないから。6番のプレイヤーが発言します。うん。まあ、五は村だったら3球なんでしょうけど、9番ってのは釣り値上げてないから。まあた、ただもう、ちょっとモラル面でね。 248が村だったらもう悪いけど7番に行くわ。これはちょっとどうしてもモラル面として間違っているんで。やっぱり融合ギフトをやってしまったらこのゲームとして破綻してしまう。うん。1番のやってる行動でますます3番に入れたくないって言ってるのに気がつかんないのか君は1番は。その行動で、まあ俺は7番に行くしかない。まあ,あ5、3、5、3、9、 今日うろうろか分からないけどあのー、248の村は悪いけどこれはさすがに7番もまあ許してくれ村まあ3番投票的に3番がような気はするけど1番の行動がひどすぎてさすがにこれで1番を勝たせる時と,という気持ちはない1番は聞いてるか俺は村なんだよ確定の 5番が村か陣内か分かんないけど、狼で言ってるかもしれないけど、5番の言ってる通りだから、1番がそういう行動を取ってしまうことは、ゲームとしてもう成り立ってないんだって。うん。そこまでして村で貸したくないんだって、遺言ギフトまで送って、3番がローだって言って、そこまでして貸したいとは俺は思ってない。うん。だから、7番で行きます。俺は強人じゃないが、まあ、正座をミスったは自分たちが悪い。これだけ、いいんじゃないですか。 まあしゃあない。一番がこれやってしまったらゲームにならん。7番のプレイヤーが発言します。うん、もういいよ。<laughs> 私、ムラだけど、七釣り飲みます。一番そのシーンが見抜けなかったのはごめんなさい。だけど、まあみんなが言うようにね、あの、楽しくはゲームできなくなっちゃうから、いいです。七釣りましょう。ひろちゃんもごめんねって言ってくれたから、全然もういいっす。<laughs> また仕切り直して気持ちを切り替えて次のゲームをしましょう。はい。いやー、悔しかったです、ね。今、自分に投票するんで、番占いよ教えてください。3級堂々だったのかないやー、悔しいですね。9番のプレイヤーが発言します、うん、あ,あ、1番さんさ、アホだろ何だろって言ってるけどさ、3級じゃなくてさ、3号ってずっと言い張ったんだよね。 すっごい笑いながら聞いてた。はい。まあ、任せます。どうするかは。全プレイヤーの発言が終了しました。うん。いい。これ。何言ってんだよ俺は、扱いすんな 3, 番3番とか9番に入れるべきじゃない。もうモラル面で、1が、一のこれを許してしまったらゲームにならない。ルール違反だから。だから、村は曲げるべき。これで3番と9番に入れる方がどうかしてる。うん。入れられない。 俺は3番に行こうと思った。わずかに。あった。7区。でも、7ゲームんでる。人道人員進んでる。負けを選ばやたね。めや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 めらめやめやめやめがめや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 めねめや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  だから八落としてんねん。の強人なんか言ってねえじゃねえか、おめえは、カやっぱオッサ、ボケ。お前が6番強靭だよ。5が一番言ってることがおかしいんだよ。6を、白目で見て、6ってグレーエースー一切してねえんだよ。それ以前にさ、5ってじゃあ、なんで6がどこのグレーエースしたんだよ。五がど、6がどこがグレーエースしてんだよ。1人も黒一言ってねえですよ、六は。なんで6が白いんだよ、どこがだよ。

いつもそれでも言ってだろう。どこがおかしくねえんだよ、ゴヨ。ロケゴヨ。らだろどこがおかしか<果>ったんだろう。音声を振ってる、聞く価値。マジでないから。あんなユ言ギフトオるやつの話なんて。マ